ハロー YouTube! まさかみちゃんです。ということでね。えー、今日はですね、まさかみりほの YouTuber のす,すめでございますね。で、毎週毎週ね、えー、この火曜日はですね、えー、私の大好きな YouTuber さんとか、えー、えーっとね、あの、おすすめの YouTuber さんをね、えー、紹介しているコーナーでございますけど、本日は、これを、いた、あ、あ、これを、 高いですねねねこれれれくくを書てててて T シャツにして送ってくれた方そうですね。そう。ご存知、皆さんご存知ですね。私のチャンネル知ってる人はほ,ほぼ知ってると思うんですけども、ノンチャンネルさんでございまーす。いや、もうね、ノンチャンネルさんいつもお世話になっております。いやね、あの、実はね、これ、ぶっちゃけトーク、い、言っていいですかあのね、私のチャンネル増えてるじゃないですか。結構ノンチャンネルさんとこから来てるんですよ。 結構ね、ノンチャンネルさんのとこから来てて、あのー、なんか、ちょくちょくね、ノンチャンネルさんが、本当に、まあ、ちょくちょくじゃないか、たまーにか私の話題を出してくれてですね、それで、あ、マサガミって誰なんだろう、みたいな感じで、うちに来てくれて、そのまま登録してくれて、みたいな動画見てくれて、ライブに参加してくれてっていう人が結構多くてですね、意外とこれ、めっちゃ多いんですよ。本当にありがとうございます。 いや、ほんとねだ。だから、ね、ほんと、ありがとうございます。本当にありがとうございます。めっちゃ、あのね、だいぶね、あの、あの、えー、のんちゃん店のさんのとこの視聴者さんがうちに遊びに来てくれて、ほんとね、えー、ね、ほんと、ほんと助かってます。<laughs> 感謝しかない。 で、のんちゃんねるさんは、えっとね、島村の、えー、その、なんだろう、うね、あのー、結構、島村の動画が回ってて、えー、島村自体、あのー、私もね、ちょっとね、あの、頑張ってね、真似しようかなと思ったけど、やっぱりね、なかなか行かないんですよね、あのー、服買いに、ね、もう、北きりすうなんで、基本的にもう、一回買ったらね、こう、何年もね、やっぱり、3年4年はね、来ちゃうんですよね、うん。 同じものを着るわけじゃなくて、こ同じような服を買ってローテーションしていくっていう感じなんで、うんで、ああて、こう、なんだろ、こう、ね、こう、ちょくちょく買いに行って、こう、紹介してみたいな、値段とかこう出してね、こう、こう、あんなできないなと思って、すごいなと思って、ね、結構人気あるね、あのコーナーで、島浦のね、あの、紹介の時はすげえ人が見てて、まあ、普段から見てるんですけどもね、うん。すごくね、あのね、それね、 やっぱね、しっかりしてる、ますよね、のんさんね。あの、すごくね、話聞いてても、ライブ聞いてても、たくさんの人が集まりますしね、私の何倍もね、来てますよね。私なんか5、6人しか、<laughs> 1万6000人向いってなんで5、6人だって話なんですけど、のんちゃんねるさんはね、もうあの、えー とね、あの、メインのアカウントであるともうね、もう100人近い人が集まって、セカンドチャンネルまでがセカンドチャンネルでもま、ね、だ30人ぐらい人が来るのかな、すごいなぁと思ってね、やっぱ魅力的なんですよね。話もね、結構ね、上手で、トークも結構面白くてね。でも、顔出してないんですよね。顔出してないのにあくまで行くっていうのはなかなかすごいと思うんですよ。やっぱこの YouTube ってやっぱ顔出し、 た方なんで親近感もあるし、ええー、ね、あのー、何だろ覚えてもらいやすいんですけど、で、ま、マスクした状態であっこまで行くっていうのは、はいね、 な、中、中からこう出てくるね、その人間性っていうかね、えそういうのがね、とても素晴らしいんだなと思って、僕もそう思ってますけどね、本当魅力的だなと思ってますね、本当うん。それで、えー、っと、喋ったことないんですよね。喋ったことはない。だからメールとかのやり取りはね、例えば、あの、今回でもこう、あの、この動画上げさせていいですかみたいな感じで送ったりなんかするんですけども、本当ね、本当と、蓋、ね、こう、こう、パッとすぐな、大丈夫ですって言ってくれたんで、本当にありがとうございます。 本当ね、なんかね、あの、はっきりしてるっていうかね、なんかとてもね、素晴らしい女性だと思ってますね、本当に。うん。なかなかね、あの、顔を出さずにあっこまで行くっていうのはなかなかね、できないと思うんですよね。それで人気もあるしね。うん。やっぱりね、説明なんか見ても、島村の説明なんか見ても結構上手ですからね、私はすごいガサツでしょ。見習わなきゃいけないなと思いながら。 <laughs> いつもね、こう、どっちだけでやってるんですけど、本当ね、あの、とても魅力的な、えー、人ですよね。うん。まあ、ああの、わ私がね、その、だから、ノンさんの、あのね、あのー、 になんか旅とか旅行行ったらぜひ会ってみたいの一人ですねうんなかなかねやっぱりねまあまあまあ2人っきりでは会えないんでねあ向こう女子で私男子なんでねやっぱりここら辺,ここら辺はねあの世間の噂っていうのがやっぱり気になるんでまあ何人かでねこうねまあこうねこうなんていうかこう合同オフ会みたいなのをしたいなとは思ってますけどもね。<laughs> <laughs> なかなかね、あのー、私がボンビーなんで動けてないっていう状態がありましてですね。うん、で、結構、ノンさんとはね、私がね、えっとね、まだ100人、150人ぐらいから、なんか仲良くさせていただいて、うん。ね、本当に。 そう、それからね、すぐね、ノンさんは、あのね、あの、収益化してたんでしょうね。すごいなぁと思って、やっぱり、しっかり動画作りをしてる人っていうのは、やっぱりね、こう、伸びやすいんだなと思いましたね。私はほら、もう出しっぱなしでしょ。噛んでもそのまま行くし、撮り直しは基本的にしないんで、10分間撮って、 で、それそのまま出すみたいな感じで。えっ、ー、とね、私一回編集しようと思って挑戦したんですけど、全然できなくて、もうね、あの、2時間ぐらい頑張って、ね、全く進まっ、なかったんですよ。だから、2時間やって全く進まない。1分の動画もできないっていうのはね、いや、これも素質がないなっていうことで、私はね、あのね、あのもう本当に、バズってから動画は発注しようと思って、編集は発注しようっていう考えた かといって魅力的なね、そのね、お話ができるわけでもないんですけども、ね、本当に、えー、なんかすごいな、と思っていつも見てますよね。もう、毎回毎回あのクオリティで、動画を出していって、みたいな感じで、ね、もう何千人もいるんでね、もう、あと、セカンドチャンネルもね、ずーっと、ま、あのー、まあ、 で、ね、ファーストチャンネルはそのね、あのー、まあ、島村中心にやってはって、で、こっち側でですね、もう雑談、トーク、いろんなことをね、もうチャレンジするみたいな感じですか、すがでも、セカンドでもね、なんかもうね、もうね、もうね、もう収益化してね、もう2000人、3000人みたいな感じのレベルなんですごいなと思って。私、あの、セカンドチャンネル100人で止まったままなんですけど。<laughs> 結構頑張っても100人で止まってるからもうい、もう放置かなみたいな感じで。まあ、あの、ま、あいろんな事情があってね。ま、ちょっとまあ、あセカンドチャンネルが今ちょっとね、まあ、放置中なんですけども、えー、ね、メインチャンネルだけでもちょっと更新が大変でね、えー、ちょっとね、もうギリギリの状態で更新してるんでね、いかないんですけそれでもね、あの、ノンさんはあって、 ね、その、ファーストチャンネルでちゃんと編集して、そして、セカンドチャンネルでもちゃんとね、こう、えー、リスナーさんのあの、心をつかんでやってる、すごいなと思って、いつもね、あのね、あの、参考にさせていただいております。<laughs> その上にな、<laughs> なんかね、私のことをね、喋っていただいて、本当ね、ほんと、ちょくちょくチラチラ来るんですよ。 ほんでね、あ最初は言わないじゃないですか。初見さんで、初見ですみたいな初始めても、忘れてくるんですけども、ライブでも。最初は言わなくて、もある程度仲、仲良くなってきたら聞くじゃないですか。ちょ、どっから流れてきたのって。え、どこって聞いたら、だいたいね、のんちゃんねるさんが多いのよ。<laughs> あ、のんちゃん、のんちゃんなんだ、みたいな感じでね。ほんとね、ありがとうございます。<laughs> めちゃくちゃ、あの、助かってます。 で、うちからでも言ってんのかなと思って、ちょっとね、わかんないんですよね。えー、だからそうね、なんか本当に、えー、っとね、なんかいただいてばっかりみたいな感じなんで、ちょっとね、もうお返ししなきゃいけないと思ってね、もうこれは動画を出すべきだと思って、ノ <laughs> のさんにね、あの、えー、ね、あの、 ねあの許可を得て今出してるんですけど本当にあのまあノンチャンネルさんもうほとんど知ってると思うんですよだからでも知らない方があったね下の方にねリンク貼っとくんでファーストチャンネルもノン、えー、ちゃんのセカンドチャンネルもね、えー、あのー、貼っとくんでね是非ともね、えー、ご覧ください <laughs> お願いいたします <laughs> っていう感じでほんとね,ね素敵な方ですよねほんとねうん 本当に、本当ね、ちょっとね、会って本当にお,お話し,したいなと思ってますよね。うん。なかなか。でもね、ちゃんとね、ノンさんはノンさんのパートナーいますしね。あ私は私でちょっとね、あの、おにおめがいるんで。<laughs> 変なことにはならないですけどね。うん、ただちょっと、本当ね、あの、ね、本当、ね、なんか喋ってみたいなと思う YouTuber の一人ですよね。本当に。えー、<laughs> ノンさん見てますか <laughs> こんな感じでよろしいでしょうか <laughs> なんかね、いっぱい伝えたいことがありすぎて、で、結構、のんさん、まあ、の、のんさんだけじゃなくて、まあ、あのね、えーまあま、いろんなユーチューバーさんの動画見てるんですけど、やっぱりね、あのー、 もうね、みんな、すごいなと思う編集して。ほんと編集しなきゃいけないなぁと思ってるんですけどね。編集できない私がいてですね。最近サムネを作ってないよね。サムネはね、一生懸命最初作ってたんですよ。でもね、サムネ撮る暇があったら動画上げる方がいいや、みたいになっちゃって。だん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 横着になってくる。だんだんこう、劣化していくパターンね。だから私の動画どれ見ても同じような、この、この、このシーンでからのスタートで、サムネもこんな感じじゃないですか。だから、 いけねえな,な。な、これ、これ出てきてもちょっと、どうなの <laughs> <laughs> 感じはあるんですけど、ま、なぜかこれでもね、増え続けて、新規の人もね、どんどんね、あの、見てくれてることもあるんでね、ほんとね、ま、助かってますけど、ということで、今日、今回は、グダグダになりますけど、えー、のんチャンネルさんね、はい、私ね、これね、これ実はね、あのね、こうやってハンガーかけて、あんまり着てないんですけど、あんまりこう、ヨレヨレになったら嫌なんで、これちょっとシワシワですけどね、これね、あの、あいつはいつもね、廊下にね、あの、こう、飾ってるんですよ。 あの、私の寝室の扉の前に、こうやってね、ドアの上に引っ掛けるやつあるでしょ。あれに、こう、いつも引っ掛けてるんで、帰ってきたら、あの、ね、あ新、こう、必ずね、この部屋に入ってくくときに、寝室の扉が見えるんで、毎日これ見てるです <laughs> 毎,毎日ね、ノンさんのことは忘れてないっていうね。<laughs> あ、ノンさん書いてくれたやつだと思いながらこう、部屋に入ってくるんですけどね。まあ、そんな感じでね、ええー、いつかはね、あの、コラボしてみたい方だと思っております。ということで。 えーえー、ということでございました。今日はね、え、のんちゃんねののんさんの、えー、紹介をさせていただきました。それではまた来週ね、お会いしましょう。バイバイ。